皆さんよく下脱とか離脱とかいうことで言いますけれども、なかなか皆さん方は下脱しないのでございますね。皆さんの今の状態というのは自爆でございます。なぜ自爆かと言いますと、この肉を自分として見ているからなんですね。肉を自分だと見、肉を自分だと思っている限りは束縛であり、制約であり、自爆であると。イエス・キリストみたいに、我は血や肉、姿形に属するものにあらずと。本来はこの肉というものは存在してないのでございます。しかし、ね、皆さん見えるがゆえに、触ることができるがゆえに、あるという、その誤解を招いているんですね。いつも申し上げますけれども、生命のみが生命一元でございまして、肉ではないんですね。木の葉があるんじゃないんです。生命があるんですよ。生命なしでは木の植物も木の葉も存在できないわけですから。で、肉というものは生命の仮の姿であって、実際にあるのは生命ですよと。実際にあるのは肉ですか、生命ですか。で、その生命は無限大で、不変大で、宇宙大ですから、生命のあなたは、いつになったら、あなた方は離脱するかと言いますと、この生命が我であって、肉が我じゃないんですね。生命があなたですか、肉、形があなたですか。形態というこの肉体形態、この肉体形態というものは実在してないんですよ。実際にあるのはこの肉じゃなくて大生命なんですね。これを皆さん方大生命と。大生命のこと、大生命即、大我となるわけです。あるいは、宇宙生命は、あ、宇宙がですね。宇宙生命は即宇宙がなんですよ。この宇宙があなたであって、宇宙大であって個人的じゃないんですね。宇宙即がなんですよ。我即不変なんですよ。あなたは、この肉を己として見るべきですか、宇宙生命を自分だと見るべきですか。どっち、どこを自分だと見るべき、この肉という形態を自分として見るべきか、それとも大生命、宇宙生命、普遍生命を自分として見るべきか。あなた方どうしても外を見るんですよ。内を見ますとこの唯一富士の大生命が全ての形態を作り、全ての形態に宿っている。全てはこの大生命の現れなんですね。現れを見て、現している方を見てないんですよ。で、現れている方の形はなくなりますけど、これは空音生命ですからなくならないんですよ。生命なる我は空音なる我なんですよ。自在ですよ。無下ですよ。いかなる制限も制約も束縛もないんですよ。だから自分を普遍に投げ出しなさいと。あなた方はこの肉というものに非常に固執してるんですね。いつになったら私は肉体ではない、大生命であると、宇宙生命であると、普遍生命であると思えるようになるかと。肉を自分だと思っている人に普遍式になれる、なれない。生命そのものが普遍式ですね。普遍生命は普遍式ですね。宇宙生命は宇宙式ですね。じゃあ、我生命なりなのか、我人間なりなのか。人間か、あなたは大生命か。大生命があなたなのか、それとも人間があなたなのか。どっちでしょう。その生命が人を作り、生命が人の中にある。じゃあ、人が生きてるんですか、大生命が生きてるんですか。肉体が生きてるんですか、大生命が生きてるんですか。だから、神が人を作り、神が人の中に宿ると。大生命が人を作り、大生命が人の中に宿ってるわけですよ。そうですね。じゃあ実際にあるのは人間なのか、大生命なのか。大生命と